つまり試合の後、ミス・サンド・フランネルは病院でミスター・マコールに会ってきたのですか？そう、売ってる雑誌を全部買い漁って。あ、そうだ、まだサンド・フランネルとマコールのこと知らなかったっけ？いえ、その時はちょうど部屋で昼間見たことについて考えていたので。そんな目で見ないでよ。言ったでしょ、あんなにバカバカしいこと一回しか言わないって。そうですか、知らなくても大丈夫です、単なる物語ですから。わかったわよ、言えばいいんでしょ。教えてあげるからここに座りなさい。ありがとうございます。知ってると思うけど、私はたくさんのバイトを掛け持ちしてんの。いつだって大忙し。バイトにはたくさんの雇い主がいて、たくさんのお金を意味してる。お金のために大半の仕事を拒まなくなった時、よく不気味な雇い主に遭遇するようになった。例えば他人の母親のふりをして学校の参観日に参加するとか、目の不自由な人のビジュアル系料金のために302本の三つ編みを編んであげるとか、あとは例えば私が住んでるアパートを買えるくらい高価なカメラを持って深夜に湿ったジャングルで貴重な野生の鳥を待つとか。そういった依頼知ってます。ラプラスの同僚たちもたまにそういった情報収集を外部に依頼することがあります。でもちゃんと時間がある人はやっぱり自分で足を運んでますけどね。そう、あいつもそう言ってたわ。多額の報酬をくれたわ。あまりにも多くて、私は目を真っ赤にしながら一睡もせず、あのピンク色の鱗粉ハチドリが現れるのを待ったわ。1日、2日、3日、どんなに待ってもあのピンク色の鱗粉ハチドリは現れなかった。でも同じくらい貴重な不思議な動物を見つけた。それはピンクの線香カモノハシだった。ピンクの線香カモノハシ。ピンクで同じくキラキラしてた。依頼されたハチドリが鳥類愛好者たちから丸くて太ったカモノハシっていうあだ名で呼ばれてるかもしれないでしょ。だから写真を撮ったの。でも鳥類愛好者がカモノハシを求めてるわけなかったのよね。だから私はその写真を児童向けの雑誌に売ったわ。それからもしつまらない小説をよく読む人なら予想できると思うけど、もしかしてそれって。ええ、そうなの。あのカモノハシは変形ポーションを飲んだマコールだったの。ミスターマコールはどうしてそんなことを？趣味かもしれないし事故かもしれない。とにかく彼が言うにははめられただけで個人的な趣味じゃないって。その写真が雑誌に掲載されてから彼は仕事を辞めたの。彼は仕事と社交界から離れて偉大なる復讐者になった。私を自分と同じ目に合わせることだけに励んでた。私は今回大儲けしてアパートを買った。今売り出されてる全ての雑誌もね。それをミスターマコールに売りつけるつもりですか？まさかそんなことしないわよ。あ
私のことどんだけ意地悪だと思ってるのよ。あいつを病院から連れ出して空き地で雑誌を全部燃やしてやったわ。あいつってば超大きな声で泣いてたわ。楽しかったわ。ミス・サンドフランネル、ミス・火炎木、ミスター・エズラ、インタビューの準備ができたのでステージ前へ移動してください。あ、はい、今すぐ行きます。お話の後半意味わかった？いいえ、よくわかりませんでした。どうやらアルカニストも人間もわからない話ってあるんだね。ミス・ベルティに聞いてみるといいかもしれません。彼女は僕たちより年上ですから。でも今日はここにいませんけど。どうやらミズ・ウルとウルル運動場へ行ってるようです。黄金を飲み、死ぬまで踊り、数字の旅に出る。なるほど。私が眠っていた間に、この世界はこんなにも変わってしまったの。無数の雨季を経て、ウルルの岩に虹がかかるのを見てきたけど、あんなストームは見たことがない。こんなにたやすく全てを変えるなんて。でもウルル運動場は変わらなかった。世界には言葉で説明できない不思議な場所がある。そしてそこはストームに影響されない。ここはまさにそういう場所。こういった場所は各勢力から争奪される資源になると思う。あなたが言ってたマヌス・ベンデッタ、彼らはオオカミが赤肉を欲しがるようにウルルを手に入れたいと思うだろうね。うん、財団はすでにウルル保衛チーム計画を展開した。長期の駐在が必要だから、オーストラリア支部の人員構成じゃこんなに巨大な任務を実行するのは無理なんだ。そしてたくさんの人が財団のオーストラリア支部の窓口に来てくれた。その人たちはウルル運動場の心配を？そう、みんなここを心配してくれた。彼らは自ら望んで駐在して時間と勢力を費やしてここを守りたいと主張してる。彼らは31人のアルカニストと29人の人間で構成された。ウルルイは護衛チームになった。中には医者、作家、タクシードライバーやキオスクのオーナーもいる。彼らは今回のウルル運動会の観客だった。ふっ、我が子、やったわね。これは確かに新しい始まりだわ。だからここに残しておきたいんだ。私たちは競技の精神のもと走る。人の最初の姿で歩く。お互い競い合うわ。参加することは勝利より意味がある。人間とアルカニスト合同記述。この世界があと何度雨に洗い流されようと、時代、風貌と
人々の暮らし方がどう変わっていこうと。何も知らない人々が再びウルル運動場の扉を開けるとき、彼らは運動場の精神と信念を思い出すであろう。時代の荒波の中、すべては移り変わるが、これだけは普遍だ。